ガルシアの首は1974年制作のアメリカ合衆国の映画サム・ペキンパー監督によるアクション映画王子主のマナ娘をたぶらかした男の首をめぐって賞金稼ぎたちによる激しい銃撃戦が勃発する映画の現代はアルフレド・ガルシアの首を持って来いというものである女たらしの首をめぐって血みどろの争いが繰り広げられるという 見るからに一般受けしない題材のため、本国アメリカでは、工業的に惨敗した。だが、その一方で、監督であるサム・ペキンパー自ら、俺が作り上げた映画と交互するほど、監督の思考が色濃く現れた作品でもあり、ペキンパーの代表作に推す声も少なくない。ペキンパーの18番とも言えるハイスピードカメラで、撮影されたスローモーションや、 激しい銃撃戦などの暴力描写が作中で、ふんだんに用いられている。この映画は、戦争の腹渡と並んで、北京パー自身が最後まで編集権を握ることができた数少ない作品の一つである。北京パーは、巧みな編集によって、キレの良い銃撃戦を演出している。北京パーが、自分のやりたいように作った。 この映画は最も北京パーらしい作品であるとも評される。メキシコの大地主のマナ娘テレサが妊娠した。大地主は一向に父親の名前を言おうとしないテレサを部下に痛めつけさせ、その口からアルフレド・ガルシアという名前を聞き出す。彼は自分の娘を孕ませたガルシアを捕らえた者に、その生死にかかわらず100万ドルの賞金を与えると宣言する。 死がないピアノを弾きのベニーは、どん底の暮らしから抜け出すため、丈夫のエディータと共に、すでに事故で死んでしまったというガルシアの遺体を求めて、彼の故郷へ向かう。途中で凶悪な暴漢に遭遇するなど、右予曲折の末にようやくたどり着いた故郷の町。ベニーは、墓地でガルシアの遺体を掘り起こし、その首を切り取ろうとする。しかしベニーは、背後から殴られて気絶させられ、 気がつけばエリータは無残にも殺され、首は何者かに奪われてしまっていた。愛する者を失った悲しみと怒りに打ち震え、ベニーはガルシアの首を奪い返そうと決意する。カッコ内は日本語吹き替えその他、浅上陽子、蟹むつ慎吾、緑川実、平林昭三、宮村義人、宮下正、松田達也、菊池博子、柳沢のり鈴木玲子。 長堀義雄、三浦淳子、黒部哲、中村秀俊アメリカ本国では評判が悪く、本作はすぐに上映打ち切りになった。また海外でも墓嵐の描写などが問題となり上映禁止となった国もある。しかし、日本での評価は高く、工業的にもヒットを記録した。ダメ男、負け犬をテーマに扱った、この作品は今でも日本でごく一部で、 熱狂的なファンが存在している。北京パーシュ後、アメリカでも徐々に作品の評価が高まってきた。例えば、著名な映画評論家であるルジャー・イーバートは、自身の偉大な映画のリストに、ガルシアの首を含めている。北野武氏は、フランス人記者のインタビュー本で、ウィリアム・フリード・キン、LA 大捜査船、狼たちの街とともに、 本作を若い頃に多く鑑賞した大好きなアクション映画だと語っている。楽器帝国や黄金を抱いて飛べなどの監督作品やテレビや著書での独絶で知られる伊豆津和幸は北京パーを敬愛している監督の一人に挙げており、本作ガルシアの首も絶賛している。キネマジュンポーが1999年に行ったアンケートで映画美術家の種田陽平は、 自身のベスト作品に本作ガルシアの首を選びコメントでガルシアの首やロンググッドバイに必ず適する熱いアメリカ映画はもう見られないのかファー号演出した公演兄弟にはその可能性があると思いますとロバート・アルトマンロンググッドバイと共に本作を特別な映画と言えるコメントを出した著書ハガンでペキンパーやアーネスト・ボーグラインや ウォーレン・オーツといった北京パー組の役者にリスペクトを捧げた俳優の長塚一景さんは同著にブロンコビリーのクリント・イーストウッドと共にガルシアの首のウォーレン・オーツの写真を掲載している。映画秘宝で長く映画コラムを連載するなどシネフィルで知られる斉藤匠は近年スタヤ発掘料品関連で北京パーガルシアの首を鑑賞して絶賛し好きな映画の一本に挙げている。 アニメ監督の渡辺慎一郎は映画秘宝と大人アニメの合同インタビュー本でドン・シーゲル、ダーティ・ハリーとロバート・クローズ、萌えイよ・ドラゴンを別格の日本とした上で自身のベスト10として本作ガルシアの首を入れている。ありがとうございます。